まず本作で渋谷由香を演じました西尾真央さんからご挨拶をお願いいたします。皆さんはじめまして、西尾真央です。今日はお忙しい中、映画を見に来てくださり本当にちょっとびっくりしすぎて、さっき階段でこけてしまったんですけども、本当に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、三島大輝役を演じましたゆうひさん、お願いします。はい、ボーイズ・ザ・メンのゆうひです。今回は、ね、こうして僕たちの活動のホーム名古屋で、公開ができて、でこんな、ね、満員で皆さん集まっていただいてありがとうございます。今日は楽しいトークしていきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。続きまして、原口文也役を演じました土田拓海さん、ご挨拶お願いします。はい、名古屋を代表するボーイズグループのボーイズ&メンの土田拓海です。今日は来てくださりありがとうございます。はい、いや本当にボーイメンさんのおかげでこんなにたくさんの方に見てもらえて本当に嬉しいです。ボイメンさん、ありがとうございました。いや全然。でもやっぱり僕たち名古屋がホームなんで、その名古屋からこうスタートするっていうのはやっぱり特別な思いがありますね。はい、すごい嬉しいです。ゆうひさん、いかがですか？そうですね、なんか名古屋スタート、最初は撮影場所の茨城スタートかなって思ったんですけど、先日先行上映会で やりましたので、その次に、正式にと言いますか、はい、この先行が始まる、上映が始まるのが名古屋っていうのはやっぱり嬉しいですね。取られないように先言っていいですか？あ、どうぞ。はい、じゃあ西尾さん、お願いします。私一番最初に食って泣くシーンがあって、そこが土田くんが、はい、喫茶店のところで、はいはい、ゆうひくんを大輝をこう連れ出して、笠間の駅を指さして、お前もう今でも泣きそう、お前はここから出てってここから帰ってきたんだから、お前の故郷はここだっていうところが本当めっちゃいいシーンだなと思って、だからなんて言うんだろう、土田くんのキャラクターだからこそ熱い言葉がグッてくるっていうか、地元の人が言うからグッてくるので、すごくいいシーンです。大好きです。ありがとうございます。ですよね、あそこめちゃ泣きません？あのシーンだけでもね、ちょっと、はい、あのシーンを再度見るだけでも、ね、泣きます。グッときますもんね、はい、お二人はいかがですか？僕はゆかが大輝の亡くなったお母さんの、はい、なんかマネーというか、なんていうんですかね、その写しえというか、そのなりきっておばあちゃんと接してるところのシーンですかね。撮影の時に皆さん見てもらったから分かると思うんですけど、あれって僕ちょっと2人には見えないところでその会話を聞いてるみたいなシーンだったんですけど、撮影の時僕ちょっとスケジュールが合わなくて、一人でそこを撮らなきゃいけないってなったんですよ。じゃあ実際には二人の話を聞けなくて、ただその二人は僕よりも先に撮影をしてたので、その撮影部分の VTR だけを見て、その後僕のシーンを撮るだったんですけど、その VTR 見てるだけで僕ちょっと泣けてきちゃったんで、このシーンはすごいいいなって思いましたね。そうだったんですね。はい、じゃあ2回目見るときは特にそこも注目して見ていただきたいですよね。そうですね、僕未だに見て泣きそうになっちゃいますからね。もうね、お二人は未だにね、もう一回見て泣けるようなシーンをご紹介いただきましたが、はい、僕はあれですね、アイスをこうつけられるシーン、アイスをやっぱりね、二人がアイス食べてて、ちょっと僕、ね、ちょっとまあゆかのファンでもある感じだったんで、こうバー行って、はい、こうその後ね、なんかアイスつけられるんですけど、あそこのアイスをつけられた後のところで、そこからカットが変わって僕がちょっと引きで映るところがあるんですよ、はい、あそこからつなぎが全部アドリブで、そうなんですね。そうなんですよ。でアドリブあれ3回ぐらいいろいろやってるんですけど、監督が1回も笑わなくて、はい、笑ってもらえなくて、だからそれって結構撮影してる時って引きで監督のね感じも分かるんですよ。で監督が笑ってくれたら、あ、よしちょっとやったなっていうのがあるんですけど、それがないからそわそわしちゃってめちゃくちゃ足してるっていう、はい、そうだったんです。本当血吐きそうでした、そこまで、はい、じゃあちょっともうそこももう一度ね見ていただきたいですよね。そうそう、結構僕出てるシーンの終わり際、結構アドリブ入ってるんで、
そこ注目してもらって、はい、全部ですよね。結構そうですね。なんかしかも監督の振り方がすごく怖くて、あ、じゃ あの今から面白いの頼むわ、はい行くよって感じなんですよ。考えさせてよって思いながら、もう頼まれてから行くよが早いんですよ、ね、いや早いです。だからお芝居と同時にアドリブでちょっと心の中は葛藤でしたね。はい、磨かれましたね。いや精神的に だいぶタフになりましたよ。はい、撮影エピソードについてもお伺いしたいです。現場で何かこんなことがあったよ、面白いことがあったよとか、こんなことしたよですとか、あとは監督との、先ほど今もおっしゃっていただきましたが、監督とのお話なんかもよかったら聞かせてください。はい、そうですね、僕あ、ごめんなさい、はい、あちら見えますか。あ、まさか監督がまさか来てますよね。おっと、はい、来ますね。ちょっとゆいさんの話する前にあれなんですけど、ちょっと呼んじゃいましょうか。はい、いいですか。はい、監督ちょっと登壇していただいてよろしいですか。せっかくもうそんな陰にね、陰で見てる。これサプライズですね。サプライズですね、本当に。これは監督ありがとうございます。ありがとうございます。監督のちょっとご挨拶いただけますか。まさかこんな茶番が待っているとは。びっくりしました。はい、今日は皆さんお越しいただきましてありがとうございます。昨日まで、彼らとちょっとドラマ撮ってまして、で昨日アップして、ちょっと夜中まで打ち上げで飲んで、ちょっとみんな寝不足なんですけども、そうですね、ゆうひくんは遅刻の常習犯なんで早く帰りましたけど、僕もウーロン茶の方飲ませていただきました。はい、俺が滑ったみたいな感じやめてよ。監督どうぞ。実は僕今実家から来たんですけど、僕も名古屋出身なもんですから、実家が本当に車でここから10分ぐらいの四勝町というところにありまして、そこから来て、今日東京に帰るついでにというか、来れる時間だったんで、ちょっと寄ろうかなんて軽いノリで来ちゃったんで、ちょっとこう足元クロックスなんですけど、完全にカジュアル、近所から来ちゃったみたいな感じになっちゃって、まさかこう皆さんの前に出ることになるとは思わなかったんですけども、本当に見ていただきましてありがとうございます。感謝してます。ありがとうございます。今お話し仕掛けていました、ごめんなさい、ゆいさん途中で止めてしまって、監督との思い出をよかったら聞かせてください。そうですね、はい、いい話を、じゃあいい話、これはそうですね、ツッチーも結構絡んでくるんですけども、僕のあれですね、ガラガラガラってこう扉を開けて一人で歩いて、こう柱にもたれかかって、今後俺どうしてこうかなって考えにふけるシーンがあるんですけども、あのシーン結構次のシーンにつながる、結構大事なシーンだったので、気持ちも込めながらやってたんですけど、そのガラガラガラって開けて閉めてこっち歩く途中に、後ろの方になんか人影が映ったみたいで、もう監督が誰だ今後ろ歩いたやつって言って、僕がガラガラガラって開けたら土田です。そうだそうだ、おばちゃんとオールアップした後だね。もう土田オールアップしたお疲れって言ってるのになぜか現場にいたんで、そうです、おばあちゃんとその家を借りてやったんですけど、おばあちゃんと仲良くなって、そしたらみんなにシャインマスカットあげるわって言って、でもおばあちゃん足があんま良くないから、おばあちゃんが私に行くのちょっと申し訳ないなと思って、あ、じゃあ僕行きますよ、赤いタオルについとる土田でーすってなって、めちゃくちゃ怖かったっすね、あれは。怖かったな、あれは。あれはちょっと申し訳ない。なんでオールアップしてんのに映っちゃう。シャインマスカット持ってね、シャインマスカット、はい、美味しか、めちゃくちゃ美味しいっすよ、やっぱシャインマスカット。知らんがな。西尾さんはいかがですか、監督とのお話。はい、監督とはいいこと、はい、いいことをちょっと待ってくださいね。めっちゃ考えとるじゃないの。はい、監督とは2回目なんですよ、お仕事させていただいたのが。なので、今回もたくさんの愛の鞭をいただきましたし、もう一回一回私たちのところまで、しかも走って、お前みたいな、結構スパルタだ。いやでも、はい、なんか監督ってこうデンって座ってるっていう、なんかそれが逆になんか愛が余計に感じるというか、
前これこれ言ってたから余計余計余計にって言ったより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 だで私は本当バカなんですいませんより愛を感じより愛を感じましたはいでもいい言葉ですか全然良くないですダメでしたすごい印象悪いですいや嘘です本当にいい方です最後ので悪い方になった感じするわ。そうです、そうです。本当にだから監督だったからこそこんな短期1週間で撮り終えたんですけど短期間で撮り終えたんだなっていうのがあります。なんか本当に家族とはね嘘っぽいな、それは。やめなよ、なんだよ、最後、最後。家族みたいですって言ったら、嘘っぽいなと思ったんですけど、でも本当にお兄ちゃんって感じです。ひどいな。お父さん、ありがとうございました。お父さん、どっちだよ、お兄ちゃんかお父さん。都市的にどっちだろうか。お兄さん、ありがとうございました。現場がね、仲良かった感じがね、すごく伝わってくるんですけども、千田さんはいかがですか、監督とは、はい、シャインマスカット事件以外でお願いします。あ、分かりました。本当に撮影期間短かったって今あったんで、はい、その話しようと思うんですけど、僕2日しかなくて、やっぱその、はい、入りしたらやっぱりその撮影の他のスタッフの方と仲良くなりたいなと思って、なんで僕結構前日入りして次の日朝早いんですけど、夜中に着いたんですけど、やっぱりお父さんをはじめたくさんのスタッフさんをこう夜起こして一緒にこうコミュニケーションを取るっていう、それはやりましたね。だからそのおかげでいい作品ができたと思います。でも結構毎晩なんか監督いやいやな感じ出しながらちょっと嬉しい感じを出しつつ付き合ってくれるんですごい優しいなって思いました。いや本当ですよ監督。いやー土田くんのが早く寝ようって言いながら一番遅くまで起きてます。布団に入りながらめちゃくちゃ積んでるじゃないですか。そう、それ見ながら、はい、あれ監督可愛いじゃん。意味がわかんない。普通に寝てんのお前叩き起こしたから。それは事実でした。まあ、監督、はい、寝てんすか寝てんすか。話しましょうよ話しましょうよってもう0時、ちょっと前ぐらいですよ。もう明日も早いからって寝てんのにわざわざ。朝は何時ぐらいから撮影されてたんですか。あでも朝何時ぐらいだった6時6時とか、はい、5時6時ですね。5時6時なのにそんなもう来て監督話しましょうよって自分今移動してきたからテンションちょっとどこか修学旅行のようなワクワク感もある。楽しかったですね、すごくね。現場だったんですね。お前と結構同じ部屋で寝たりとかしてたんで、まあ、来たら急に起こすし、まあ、この人朝の4時半ぐらいにうーとか急にちょっと隣でそれは何だったんですか。そのいや、僕ちょこちょこ悪い夢を見ました。悪い夢見ちゃったんですね。はい、その夢でうなされてうわって起きることがよくあるので。こっちがびっくりするわ。いや、朝4時半ですよ、4時半。夢管理で言ったらめちゃくちゃ出てくるっすよ、本当に。すごいな、一つの部屋でそう驚く人もいれば話しかける人もいて。そう、もうめんどくさいですよ、この人たちは。そうだったんですね。朝4時半にふーって言って、はい、どうしたってなるじゃないですか。どうしたって、何か見えたのかって言ったら、はい夢で出てる。寝なさい寝なさい。だから多分監督実質2時間ぐらいしか寝てないですよ。夜中俺に起こされ勇気に起こされ。確かに大変だったんですね。本当だよ、大変だったんだよ。すいません、お元気そうで何よりです。男子部屋大変だったの。男子部屋はいや、もういろんなお話聞かせていただいてありがとうございます。実はね、この舞台挨拶にはサプライズがたくさんありまして、会場の皆様に今から、先着1名かな、質問をいただいて、1名、はい、レアだレア。直接皆さんが、ただごめんなさい、皆さんが答えられる質問に誰々さんにではなくて4名に答えられる質問を今から募集します。質問のある方いらっしゃいますか。おわ早い、嬉しい、早い。そしてマイクが届けにくい。いやでも腹筋使って話せば届きますよ、この距離。はい、声聞こえます。きっかけ、スイッチに入る、スイッチ、きっかけ、自分から。あー、これ、これ、一人ずつじゃ答えていきますか。土田君はないよね、はい、いや、ありますありますよ。いや、スイッチないわけないでしょ。入ったとこ見たことない。いやいやいや、今もオンですよ。あ、オンなんだ、今オン。オンなんだ、今オンですよ。楽屋と同じだよね。いや、違う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 、オフだった。じゃあ、ゆうさんどうぞ。あ、喋ってない喋ってない。伝え方が分かってますね。喋ってないですよ。すごい伝え方が、ね、すごい。そうですね、撮影。あ、喋るんだ。でも撮影期間中
っていくと、まあ、常にちょっと気を張ってはいますね。一日の中でも、まあ、その自分の出るシーンと出ないシーンとかっていうのはあるんですけど、なんか一日撮影してて急に撮影の順番が変わったりとかっていうこともあるので、常に撮影期間中はあまり気を抜くことはできないなって僕は思ってます。はい。そして遅刻してしまうという。そうですね。お前どこでスイッチ入っとるんですね。あの睡眠時間中はさ、ちょっとあれですね、スイッチがオープンになっちゃって 無意識にすいませんでした。そして寝坊してしまう。ちなみにそれは有名な話なんですか？あ、大きくうなずいてる。有名な話なんですね。夕日イコール遅刻、結構みんな知ってるよ。あ、そう、ファンの方なら温かい。皆さん温かくないでしょ。別に男もう温かくないか。言葉ミスだ。すいません。私はですね、はい、これちょっと真面目な話、作品が本当に素敵で、やっぱり台本を読んだだけでも涙が出てしまうような作品だったからこそ、自分がそれをちゃんと表現できるのかっていうの不安がずっと毎日あって、なのでスイッチというか、もうずっと茨城に入ってからはもうずっとその不安と、でもせっかくもらえたこの役は絶対自分でやりたいっていうので、ずっと気持ちをキープしながら撮影させていただきました。はい。じゃあもうほとんどオフはなく突き抜けた感じなんですね。そうです。なんかもう何を質問していいかもわからないぐらいのそのなんか役作りだったので、なんか本当に、はい、体当たりでやらさせていただいたので、はい、ありがとうございます。そんな感じです。はい。僕はあれですね、衣装を着た瞬間ですね。それまではありのままの26歳土田匠なんですけど、衣装を着た瞬間からって変わります。プロ、プロや、プロや。はい。へえ、そうなんですよ、やめてくださいよ監督。はい、やっぱその瞬間ですかね。はい。監督はいかがですか？監督にオンとオフの切り替えであるんですか？僕はもうずっとオフですから。もうずっとオフなんですか？ずっとオフ、ずっとびっくり。もうオンとオフがわからないもんだと。そうなんですか？もういつもこんな感じだから。いや、撮影現場の監督はもうちょっと怖いですよ。そんなことありません。走ってくるって話もね。サングラスかけた瞬間が多分スイッチかなと思います。じゃあちょっと土田さんと一緒のね、感覚ですね。何かを来た瞬間。そうですね、一緒にされたくない。そうそうそう。ちょっとお父さん、俺はいや、お父さん一緒にはされたくないです。よろしいでしょうか、ご質問いただいた方。はい、ありがとうございます。最後にお一人ずつ本日お越しいただいた皆様にメッセージいただけますか？じゃあどうしよう、まず監督いただいてもよろしいですか？土田君からで、はい、じゃあ土田君から僕からでいきますか。はい、はい。本日、映画見てくださりありがとうございます。ありがとうございます。ね、今こうやってトークしたみたいにすごい和気あいあいと、楽しくもありながら、でもそれだけじゃなくてすごい厳しくも真面目に、取り組んだ映画です。本当にたくさんの人の愛情に、支えられて、今回の作品ができました。今度はですね、今回見てくださった皆さんがこの作品を、愛してもらえたらなと。そしてさっき言ってくださったんですけど、 MC の方が、たくさんの人に、ね、言ってもらって、それで一緒にこの映画を大きくしていきたいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。この作品は皆さんの大きな支えがあり、こうして上映することができました。本当に名古屋で、上映できたのもお二人のお力だと本当に思っています。この映画は笠間の栗を題材にして、これからこの映画を通して笠間の栗をもっと広めていけるような動きをしていきたいので、ぜひよかったなと思ったら SNS で拡散して宣伝してもらえたらなと思います。本当に今日はありがとうございます。この映画はですね、ふるさとだったりとか、
故郷が、まあ、大事というかその大切なものだよっていうのもありますし、あの友達だったり家族の愛っていうのも、すごい伝わってくる映画となっておりますので、まあ、その心にすごい染みる映画です。僕も未だにねこう何回か見ても泣いてしまうので、まあ、それぐらい僕はねあの心に染みた映画です。なのでこの映画皆さんにぜひ見ていただいて、まあ、感動してもらえたらなと思っておりますので、皆さんぜひ公開今日名古屋から始まりましたけども、この後また全国で公開していくので、あのぜひこの映画の応援よろしくお願いします。この映画はですね、茨城県で撮影したんですけれども、実際この、もう私もこの先ほども言いましたけども実家がすぐそばにまさにここはあのふるさとでして、そこからこう皆さんに見ていただけたというのは本当にあの感謝しています。この作品をぜひねあのこの名古屋からどんどん広めていけるように皆さん応援していただけると助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。本日の舞台挨拶は以上となります。会場の皆様、出演者の皆様を盛大な拍手でお送りください。出演者の皆様、監督ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。